まちづくりに貢献してもらおうと大和郡山市は地元出身で大学教授の中野正さんをまちづくりアドバイザーに移植しました上田市長から移植状が手渡されたのは神戸学院大学現代社会学部教授でテレビ番組のコメンテーターとしても活躍している中野正さんです 中野さんは大和郡山市出身、市の元職員でもあり。社会政策や広く行政に精通しています。大和郡山の魅力について聞かれると。地元の風景がやっぱ地元で、原風景というか、え故の原風景なんで、それを見ていつも安心してます。市では市政70周年を節目に、初めてまちづくりアドバイザーという役割を設けたといいます。任期は3年で。 今後は市の組織整備やまちづくりなどについて長期的な視野でアドバイスし大和郡山の発展に貢献することになります。